はい、皆さんこんにちは。こんにちは。大和製作所のロッキー藤井と、はい、国内営業部の足刈です。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします、うん。はい、今日は質問が来てまして、うん、最初に読み上げていいですか？うん、あ、どうぞどうぞ。まず小さな投資でスタートするために製麺機も中古の整備したものを斡旋していただいたりできませんか、うん、ということで、うん、認定再生機についてのお問い合わせでした、うん。あ、そうですね、それはもういいんですけどね。はいはい、製麺機使わないでね、ほう、手打ちでやるという方法もあります。お、スモールスタートですね。手打ちで、スモールスタートはい、うん、なるほど、うん。この間手打ちやったじゃないですか。やってましたね、うどん、うん、大変でしたよ。ん、大変でしたよ。大変だけどね、大変でしたよ。体鍛えて、うん、まあ、初期投資は少なく済みますが、うんうん、初期投資を、ね、少なくしてね、体鍛えて、はいはい、手打ちでやる方法もね、はい、あるから、ね、はいはい、いろんな選択肢ありますよ。そうですね、うん、仕入れ面したり、あるいは、ね、山椒 の、はい、ほら、業務用うどんとか、うどん、ね、だから単なるこれだけっていうんじゃなしにね、はい、もう選択肢はあらゆる選択肢を、ね、持っていた方が安全、はい、製麺機以外にも、うんうん、はい、ね、ということでね、はい、今日もスタートしましょうか。はい、しましょうか。一応認定再生機も在庫があればご紹介はできますね、うんうん、エリアとかにもよりますので、うん、お問い合わせいただいたら、ね、在庫ない時結構多いね。多いですよ、に、うん、人気機種だと全然出ないですし、たまにあったと思ったら一瞬で契約になっちゃったりとかして、うんうん、すぐなくなります、うんうん、お問い合わせ機種決めていただいていただいたら、うん、お答えいたします。はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、それではですね、はい、今日のテーマは、はい、麺ビジネスの大成功ということで、うん、サブタイトルでビジネスの成功は自分の得意なことと好きなことの組み合わせ、うんうん、ね、足刈さんに、はい、ちょっとお聞きします。足刈さんにお聞きします。何でしょうか。あなたの好きなこと何ですか。好きなこと、うん、麺食べることですね。食べること食べること、麺を食べることが好きです、うん、麺を食べること。どんな麺がいいですか。ラーメン、うん、ラーメン、パスタ、うどん、焼きそば。あ、全てそば以外、ね、はい、で、本当は得意なことは何ですか。得意なことなんでしょう、うんうん、でも最近ラーメン作るの好き、楽しくなってきました。ああ、よく作ってますね、足利さんね。試作麺とかの、うん、はい、作ってます、うん、だんだんね、足利さん麺作るの上手になってきたね。本当ですか、うん、ちょっと早く得意って言いたいですね、うんうん、なかなか麺作るも楽しいでしょ。楽しいです、うん、だから麺作ったらね、うん、頭良くなるの知ってる。知らないです。そうなんですか、ね、うん、麺作ってたら、ね、だん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 ね、うん、頭が賢くなるの。なんでですか、うん、というのは考えていかんから。麺作るのは ね、まあ、ね、何も考えんとできない。確かに、ね、今日の気温によってほら配合を変えたりとか、はいはいはい、まあ、いろんなこと考えていかんじゃないですか。そうですね、うん、厚み考えて最終面圧何ミリにしようとか考えますね、うんうん、で特にね、最高に美味しくしようとすると、ね、うん、まあ、同じことやったらできない、はい、毎日天候も違うから、うんうん、だからね、頭結構使う。なるほど、頭が良くなる、うん、製麺は、うんうん、使っとけば使っとほどね、筋トレも一緒で、筋力使えば使うほど、はいはい、ほら筋肉が、ね、鍛えられてきて、ね、大きくなる、はい、頭も同じ、うん、使わなかったらボケてしまう。確かにそうですね、うんうん、だから製麺というのはね、はい、単なる製麺じゃない。麺を作るだけじゃない、うんうん、頭を良くなりますよ。うん、うん、すごいですね、一石何鳥も効果がありますね、うん、そうです、そうです、うん、楽しいです。でね、今日はね、はい、実は先週ね、当社にコンサルタント来たんです、うん、衛生管理の顧問していただいてコンサルタント先生ね、面白い話をしてくれました。お、何でしょう、うん、ね、当社の社員の物覚えが悪いと言われた、うん、物覚えが悪い、ショックですね、うん、うん、ね、うちの社員の、はい、ね、普通これ聞いたらどうですか。ショックじゃないですか。嬉しいですか、嬉しくない、嬉しくないんじゃないでしょうか、ね、うん、普通嬉しくないでしょ、はいはい、ね、でどういうことですかって聞いてみたの、はいはいはい、うん、そしたらね、思考停止してると、もう、うん、物覚えが悪いというか、うんうん、思考が停止している、思考が停止してる、うん、要するに考えてない、考えてない、うん、言われたことはやる、うんうんうん、言われてないことはやらない、うんうん、自分で考えてやらないなるほど、あなた大丈夫？私大丈夫でしょうか？言われたこと以外、ね、そうですね。うんうん、ね、はい、うん、だからあなた大丈夫よ。本当ですか？うん、ありがとうございます。うん、
それでですね、はい、分かりやすいことでね、説明してくれました、うん、最近事故多いでしょ、車事故ね、あ、多いですね、うん、聞きますよ、よくこの間のタクシーが飛び込んだり ね事故非常に多い、うん、でその事故が起きないようにするためにね、はい、信号とかほら道路とかいろんなね、うん、あの設備を置く、ね、はいはい、うん、で同時にルールも作ってるでしょ、交通ルール、うんね、うん、交通のルール、はい、それでも事故は起きますね、起きるね、うん、なぜか事故の起きる原因は仕組みじゃないんですね、うん、仕組みじゃないんです、じゃないんですね、うん、もうミスですよね、うん、いくら、ね、これやったってね、あのなくならないの、うんうん、でね、これ言われてね、私もなるほど本当だなと思った、うんうん、なんでか言ったらね、事故起きた瞬間は意識が飛んでる、あ、なんか意識飛んでしまって記憶がないですとか、うんうん、だからそういうふうにね、居眠りやったってほら意識飛ぶ、うんうん、脇見やったって意識が飛んでる、あ、まあ、意識がいってない、うんうん、あるいはね、うん、病気持ちの人、あ、なんか転換とか意識、うんうんね、意識が飛んでる、飛んでる、うん、ということで、ね、はい、あの意識が飛んだらね、うん、あの事故を起こす、うんうん、でこれね、よく考えたら、ね、はい、会社の仕事も同じだなと思って、うん、意識をなくしているか、うん、だから意識なくすというのはね、はい、問題をね、直視してない、うん、問題に真剣に取り組めなかった、意識してないと同じ、そうですね、気づいていただければ、うん、考えずにね、ルーティンでいつもの仕事だなと、ね、いつも通りに考えと同じようにやったらね、はい、こう意識飛んでる、だから正面するんだってね、うん、考えずにほらね、うん、同じようなね、昨日も火水こうだったら今日もこんでいいだろうなとか、うん、あんまり考えんとやったりする人もいるかもわからんじゃない、そうです ね、それはね、考え、ね、ながらやってないと意識飛んでると一緒、うんうん、だからどんな仕事でもね、全く一緒、はい、うんうん、でコロナがあったでしょ、ありましたね、うん、コロナで亡くなった人と、ね、はい、亡くならんかった人比べたらね、うん、はい、やっぱり体になんかあのほらあの免疫力を落として調子が悪い人とか、ね、うんと亡くなったわね、はいはい、だからそういうふうにもう常にね、いい仕事をしようとしたら万全の心身の体制、うん、心身もう万全、はい、今日もやったるぞというようなね、もう最高のエネルギーあふる状態、はい、うん、みなぎってる状態ですね、うん、あふる状態ね、はい、最高の状態ね、うん、うん、でないと、ね、はい、当然事故やると一緒ですよということ、うん、コンディション整えとくの大事です ね、うん、ねで、その次ですね、はい、メインビジネスの大成功の前に、前にゼロって、ゼロって書いてありますよ、うんうん、さっき前にマイナス1だったの、あ、さっきマイナス1だったんです ね、あの本当ですね、見てなかった、これさっきマイナス1よ、あの、うん、マイナスじゃなくてあの記号だと思ってました、マイナス1から始まりました、ね、今度ゼロか、ゼロ、うん、ゼロ、はい、ここがゼロです、うん、ゼロがね、どういうことかというとメインビジネスの大成功の前に、ね、後じゃないよ、はい、前に、うん、ね、あのまずね、あの一番最初やらんといかんことはね、はい、大きい目標、ワクワクするような、うん、聞いただけでワクワクするような目標を設定する、はい、これはどういうことか、目標を明確にするということはね、はい、今からほら船に乗ってね、うんうん、どっか向かおうとする、はい、うん、飛行機に乗ってどっか向かおうとする、うん、行き先を決めないで向かうことはあるかいと、 ないですね、そんな絶対ありえんでしょ、行き先を必ず決めてからね、はい、で行く、行きます、うん、そうするとね、メインビジネス始めるときも一緒、うん、どこまで行くか、どこまで行くか、うん、みんな決めてる、どこまで行くかを皆さん想像してるんですかね、うん、始めるときに、うん、ね、ほとんどの方は多分ないと思うの、うん、ないどこまで行くか、どこまで行くか、ね、お店が繁盛したらいいなとかじゃなくて、うん、もっともっと先ってことですよ ね、うん、そうそうね、1点目を終えるか、ね、うん、1点で終えるか、終えるか、ね、あの5点まで行くか、うんうんうん、ね、あるいは100点まで行くか、1000点まで行くか、うん、ね、それをもう最初に開業する前に目標を持っている、うんうんうん、そうそう、であの丸亀製麺の粟田社長、ね、はいはい、は最初開業する時 何店舗だったか知ってる、目標、なんか結構大きい目標掲げられてましたよね、うんうん、何点ですか、ね、1000店舗、1000店舗開業
する前、開業したあたり。すごいですね。うん、これからなのに、ね、すごい、うん。だから1000店舗行ったかどうかと。行きましたよね、うん。有言実行されてますね。楽に行ったね、うん。で、しばらく開業してね、多分10年かね、うんうん、大体そのぐらいで、はい、いっぺんお会いしたことあるの。おお、うん。そしたらね、あの社長室 の、ね、中に食材置いてる、うん、でその根元にね、うん、目標1万店舗って書いてある。お目標が上方修正どうアップ、うん、アップデートされてるというか、うん、すごいですね、うん、日々更新してる、うん、で当社はね、学校の経営講義でいつも話してるんですけどね、はい、うん、ビジネスの成果イコール情熱かける責任かける夢、うん、ね、夢というのは志、はい、意志力、集中力、経験、直感力、忍耐、これだけ必要ですよってこと、うん、全部揃わなきゃダメってことですよね、うん、ですよね、うん、何かがゼロだったらもうゼロ、うん、ゼロ、うん、全部必要、情熱も大事ね、はい、責任の重さ、うん、責任が重ければ重いほど、ね、成功する可能性が高い、はい、夢が大きければ大きいほど可能性が高い、それから意志力が強い、うん、ね、集中力、はい、経験、直感力、忍耐力、うん、どうですか、いかがですか、この8つ並んでるのは。これ並べるのはあの簡単ですけど、全部揃えようって思うと大変ですよね、うん、でも社長も創業時に責任を負うってことで、ね、お子さんもいたし奥さんもいたしの状況で創業されたって言ってましたね、うんうんうん、で同時に、ね、あの それ、うん、そういうふうな責任だけじゃなしね、当社の場合は生命期だから、はい、うん、今買ってる人がね何年使うか、ね、そうですね、うんうん、そしたらね、10年先20年先ね、うん、会社が元気でなかったお客さんにご迷惑かけるじゃないですか。かけますね、うん、だからそういうふうなね、これ全てね、はい、本当に重要、うんうん、我々ね、例えばね、大きな夢を持つということでね、はい、なかなかあの大きな夢を持ったって不可能だと思ってる方結構いる。そうですね、ちょっと諦めがちです ね、うん、ね、最初から夢を持つこと自体がね、うん、なかなかそんなの持ったってうまくいかないというネガティブ思考の方結構いるね、はいはいはい、ところがそうじゃなしに、ね、はい、我々ね、例えば小さいね、うんうん、子供だった頃、本当小さい子供だった頃ね、はい、から想像したらね、うん、今はね、あのその頃なかった能力で今ついてる能力ってすごい能力がついてるの、うん、可能性が広がったってことですか、うんうん、例えばね、よちよち歩きしとった頃、ね、うんうん、考えてみな、はい、その頃ね、歩く速さ、うん、走る速さ、うん、今と全然違いますよ ね、うん、ね、だから時間の経過を加味したら、はい、小さい能力、小さい時代から考えたら、うんうん、ね、まあ、例えば10倍、20倍、30倍、あるいは100倍とか、うん、1000倍ぐらいの能力をもうすでに持ってることは結構あるの。だから時間をかけない、ね、時間を考えなかったら、はい、我々はもう常に大したことができてる、うんうん、というね。だから目標は、はい、大きい目標を掲げるか、うんうん、ね、小さい目標しか掲げないか、はい、あるいは目標なしでスタートするか、これは全くね、結果変わってきます。目標を持たないのはまあ論外として、小さい目標をちょっとずつせあの達成していくのと大きい目標があるのどっちがいいんですか。一番理想はね、目標は大きい方、はい、大きい方が良い、うんうん、私の経験から言うと、うん、これが次の山のお話ですか、うん、ね、あの例えばね、はい、あの小さい目標、ね、うん、この辺だったらほらその辺に小津山と山があるね、はい、あの低い山が、誰もほら歩いたらすぐ登れる、ね、登れそうな山、登れる山、はい、でね、だからどこを目標にするかによってね、準備も変わってくる、うん、そうですね、うん、準備も変われば、うん、あと何が変わる、気持ち、うん、気持ちも違う、ね、心構えが違いますよ ね、富士山、エベレスト、うんうんうん、と高尾山なんかスニーカーで登れますからね、うんうんうん、だから以前からね、よくほら学校来る生徒さんでね、はいはい、うん、あのまあ、あの
例えば立地がむちゃくちゃ悪い場所で開こうとする人いるわね、はい、そしたら私もそこへ立地見に行ってね、うん、ね、ここは絶対やめた方がいいと、はいはいはい、何々さんここはねもう絶対やめた方がいいと、うん、いうような悪い立地が人もいるじゃない、はい、ところがね、うん、その人はもう金がないと、うん、もうここでしかできないと、いう人の中にいるの、うんうんうん、そしたらねここでやったって絶対うまくいかないというふうに言ってあげてスタートするのとね、はい、ここでやったら大成功しますよと言ってあげて成功するのどんなどうだと思う？気持ちが全然違いますね。気持ちがね、うん、あの覚悟を決めてやるのね。そうです ね, ね。だから普通ね誰がやってもうまくいかんようなとこでもね、うん、覚悟が違うからうまくいく。これあるよ。あのそれはね私の過去の経験でもね。はい、あの厳しい話をしてねやってここはもうやめとったらいいと、うんうん、しかしもうね、ね社長もうお金がないんですとここしかできないんですって無理やりやった無理やりやった、うん、非常に成功したすごい、うん、というふうな相当努力されたんですかね、うんうん、だから気持ちを入れ替えてそうそう、うん、だからそういうふうな非常にねあの制約条件のある人は覚悟してやるから、うん安心してやらないもう覚悟してやる、うん、ここでしかできる、ね、もうで同時にねその方、はい、結婚もしてて、ねうん、前の事業が、ね、あの写真フィルムのほら、うん、あの現像だったからもう DPA という、うんうん、でそれでもうほら、デジタルカメラが出てきてね、だんだんその先細りですね、ダメになって、ね、そんで廃業したから、もうお金がないと、うん、でおまけにほら、子供さんまでいた、うん、それはもう頑張らざるを得ないですね、うんうん、もう後ろがないから、うんうん、というようなことで、ね、はい、その厳しければ厳しいほどね、うん、あの非常に覚悟してやると、うん、この違いが、ね、非常に大きいです、うんうん、はい、最近ねこの10倍というのはねあのよくこの10倍について触れた本がね4種類あります。10倍について触れた本、うん、で1つはね Google ですね。 Google がこの 10X、うん、10倍というのは 10X と、ねはいはいはい、10X と、ね、10X、ね、というのを、ね、10X というのを活用してね、Google は大成功です、うん。だから Google もこの 10X をね、ずっと実践してきたのと、うん、それとビジョナリーカンパニーの4だったと思う、うん、の中にこれが出てきます。あ、そうなんですね。10倍の目標が。うん、で、あとね、うん、この 10X について、あと日本人が、ねうん、2人ほど、ね、この面白い本を書いてます。うん、私はその本すべてね、見て、うんあの感じたのは、ねうん、不可能だというふうなこの目標、うん、10倍の目標、はいうん、これを、ね、掲げることによって、うん、例えば 1.5 倍とか2倍とか、ね、ぐらいだと、うん、今の延長線上でいけそうじゃない？そうそうです。なんとか頑張ればいけなくはないかなっていう数字ですかね、うんうん、ねレベルでしょ、うんところが10倍だったら今の延長線でいけるかと、うん、無理ですね。やり方ガラッと変えないと、うん、と思うでしょ、うん、だからね10倍に設定することによってね、はい、違った世界に一気に飛んでいける、うんうん、10倍に設定することによって、ねはい、違った世界に思いっきりいけると、うんうん、ということでこの10倍の目標設定というのはね、はい、非常にね意味があるんです。意味がある。やっぱ小さい目標じゃなくて大きい目標を最初に掲げるのが大事、うんうん、はい、うん、いいですか。はい、うん、それじゃあねその次いきますよ。はい、やっと1番目ですね、うんうん、1番目ね、うんうん、ビジネスの成功は、ねはい、自分の得意なこと、うん、好きなことの組み合わせ。さっきもちらっと出てきた得意なことと好きなこと、うんうんうん、だからあの、これからは、ね、好きなこと得意なこと、ねはい、の組み合わせ。だって好きなこと好きで得意なことだと、うん、毎日楽しくないですか。楽しいですし最強ですね、うんうん、
好きで得意なことをね、はい、やってたらもう時間もすぐ過ぎるし、うん、こんな楽しいことないね。ないですね、うん、とそれだったらね、うん、もうはっきり言って好きで得意なことだけに絞ったらいいじゃないですか。うん、苦手で嫌なことをやるのやめてそうそうですね、いやいやするのはやめて、うんうんうん、でも嫌な部分も大事ですけど、それはどうしたらいいですか。嫌な部分もやっぱ大事な部分ってあると思うんですけど、そこはそれをね、得意な人を呼んでくる。得意な人を呼んでくる、うんうん、それをね、補い合う、自分が苦手なところね、うん、苦手なところ、私もほらね、苦手なところ、ね、苦手あるんですか。あるある。何が苦手ですか。うん、例えばね、ファイナンスね、専門分野でないね、はいはいはい、ファイナンス、金融とかほらファイナンスとか、うん、あんまり得意じゃないね、はい、だからそういったのはね、最近ほら得意な人呼んできてるじゃん。プロ、プロに、うん、プロね、プロのね、あのファイナンスの先生が来てね、うちで今活躍してくれてるじゃないですか、はいはいはい、うん、だからそういうふうに得意でないところをね、誰か得意な人ね、だから得意でないところは得意な人任せる、うん、任せる、自分はもう得意で好きなことに集中する、うん、そうそう、実はね、うん、毎日がバラ色よバラ色ですか。楽しそうです ね、 開発会議、うん、もう毎日毎日がね、うん、ま、それと同時に毎日お花畑の中で、お花畑、うん、ね、ね、お花、お花畑の中 で、 お花畑の中で、ね、毎日ね、仕事ができて本当に楽しいね、はい、よかったです、うん、だからね、せっかくね、たった1回しかない人生ね、我々生きとるでしょ、はい、それだったらね、好きな得意なことだけやった方がラッキーじゃない、幸せじゃない、幸せだと思います、うんうん、ということで皆さんにもね、はい、おすすめしたいのはね、うん、本当にあなたの好きで得意なことだけに集中する、うん、それって皆さんも見つけてるんですか ね、うん、ね、だからこれの、あの、自分で好きで得意なことをね、これ見つけなきゃいけない、ね、はい、そうです ね、うん、ね、で好きで得意なことを見つけるのはどうやったらいいかいと、うんうん、いろいろ振り返るとかありますね、うん、振り返りもね、うん、あの、私の場合でもね、はい、あの、小さい時に、まあ、小さい時で小学校3年ぐらいの時ね、おふくろが町内のあるそろばん教室ね、はい、誰に行かせてくれてね、教室で、あ、そろばん自分に合ってるのが分かった、すごいですね、うん、あ、というのはそれ始めたらね、うん、楽しかったし上達のスピードが速い、うん、うん、でみんな周りの人がね、うん、あのそれをね、あ、すごいなとか、うん、ね、自分たちよりそれすごいなとか、うん、あの、周りの人たちが認めてくれる得意なこと、相当秀でてたんです ね、うんうん、ね、だからそういうふうにね、うん、あの、得意なものをね、あの、うん、これをいかに見つけていくか、うんうんうん、振り返って見つける、うん、だから今ね、あの、足利さん言ったようにね、はい、自分で授業を始めたらね、うんうん、得意じゃない部分も、ね、トップとしてやらんといかん、うん、と思いますけど、うん、ね、そうでもない、だけどそれでね、もうたくさん失敗した、自分で全部やろうとして、うん、全部、ね、全部自分でやろうとしてね、はい、それは好きで得意でないから、うん、ね、好きでもなく得意でもないから、うん、伸びにくい、やったらどんな結果になるか分かるでしょちょっとそうですね、あんまり、うん、あんまりね、あんまり伸びにくい、だからね、失敗したのはね、さっきのほら話でね、はい、事故は全て居眠りだったのと同じで、ね、意識がないから、意識がないから、うん、苦手なことはちょっと意識が飛びがちですよね、うんうんうん、だから今まで失敗したこともね、好きでもない得意でもないこればっかし、うん、そしたら、ね、はい、あの、好きなことをどうやって見つけたらいいか、うんうん、自分の好きなこと得意なこと、ね、はい、あなただったらね、どうやって見つけます、うん、どうやって見つけますかね、うん、もう今までの人生を振り返った上で、人が褒められたこととか、はいはいはい、うん、ね、よくできたこととか、うん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 、ね、時間を忘れたようなこととか、うん、なんかないですか。なかなかないときはどうやって見つけたらいいですか、うん、そしたらね、それの見つけ方としてね、はい、次2番いきます。あ、2番いきます、うんうん、はい、2番ね、おすすめの方法があるんですね、うん、自分で好きなこと得意なこと見つけ方としてね、はい、まず一つ目、うん、まずね、履歴書を書いてください。履歴書ですか、はい、久しく書いてないですね、うん、履歴書を書いてね、うん、あの、自分の強みを徹底的に理解する。弱みは関係ない、はい、強みだけを徹底的に、
うん、履歴書書いてね。だから小さいとこから、はい、だからあのほらあの就職するときの履歴書がないから、うん、あの学校がどこ、ね、最終学歴かどこだとかそんな一切いらないからね。いらない、うん、何が好きだったかですか、うん、あの小さいとこからね、年代ごとに、ね、何をやってきたか、例えば、ね、アスカリさんだったら、はい、ね、あの何してたかな、ね、5歳ぐらいまではどうだったですか。5歳って幼稚園生ですかね、うんうん、幼稚園生の記憶あんまないんですけど、うん、なんか得意なこととか得意なこと、うんうん、図工が好きだった気がしますけどね。だって、手先器用ではないです、うん、器用ですけど好きでした。あ、好きで、あ、それじゃ得意じゃないけど好きな方だよね。そうですね、うん、そしたら5歳から10歳ぐらいは5歳から10歳、うん、でもなんかそうですね、図工、うん、焼きも陶芸クラブみたいなの入ってた気がしますね、うん、図工クラブか、うん、なんか作るのは好きだったような気がしますね、うん、そしたら15歳からね、いや10歳から15歳とか15歳から20歳とかね、はい、その節目節目でね、うん、なんかほら変化があったとか、あ、うんね、そうですね、こういうことに興味があったとか、これやって楽しかったなとか、うんうんうん、それ言ったのは、ね、多分強み、あ、なるほど、うん、得意なことね、うん、だからそういうものをね、この、うん、ここにあるようにね、はい、もし制限がなければ何がしたいですかとかね、うん、あなたの幸せな時間はどのような時ですか、得意なことについては他人からよく褒められることは何ですかとか、はい、うん、こういうことね、うん、あの履歴書に入れていくんです。うん、で次はこれ面白い方法。お、これいいですね。うん、やりました。やりました。うん、あの足利さんちなみにどれだったんですか。ちなみに私は運動家でしたね。ん、運動家。あ、運動家。はい。あ、前にちょっと聞いたのか。あ、そうですね、うんうん、これ何かって言ったの性格診断ですね、うんうん、16パーソナリティーズ、うんうん、なんかサイトがあって、うん、いろいろ質問答えていくと、うん、自分がどれかっていうのが出てくるんですけど、うん、あの、で、飛鳥さん運動家でね、自分で見てこれ合ってました、なんとなく、うん、そうかな、うん、ね、熱あふれててクリエイティブかつ自由奔放社交的笑顔になる理由をいつでも見つけることができる。もうこれ結構合ってるよね。合ってますかね。うん、社長なんでした？私はね、あの、うん、どれだったかな？指揮者とかでした。指揮官。ん？指揮官？これですか？うん。あ、そうそう。大胆で意志が強い、想像力豊か、うん。大胆ですね。うん。うん、まあ、どっちか言うと、はい、あのアバウトやから。アバウトということですか？うん、ね、これはいいよ書いてくれとるけどね。大体アバウト。ほう、うん。分析家の指揮官。だからこう大きく4つに分かれてますね。分析家、外交官、万人、探検家、うん、全然違いますね、うん、ね、この4つに分かれて、はい、さらにその中で、うん、あの4つに分かれ て合計16パターンですね、はい、うん、でこれね、あの16パターンで実際に皆さんやってみるでしょ、はい、結構当たってる、はい、うん、結構当たってる、そうですね、うん、だから自分がね、どういうふうなパーソナリティかというのを理解してやるのと、それないのとはかなり違います、うん、だからもう一つね、はい、自分がね、例えば、ね、うん、C 館だとするでしょ、はい、そうするとビジネスパートナーに選ぶのはどんな人かと、はい、離れた人、真逆というか全然違う、分析家じゃない人がいいってことですね、うん、うん、あの逆のね、うん、探検家とか、うん、持ってる人、うん、はい、ですね、これはまあ、 あのインターネットでね、うん、あの簡単できます、はい、だいたい12分ぐらい、ね、簡単ですね、で、うん、簡単、うんうん、で、いっぺんこれやってみたら非常にいいですね、これで得意なことが見つけられますかね、うん、得意なこと、うん、で次3番。3番、うん、はい、ね。自分の専門分野の強みとメインビジネスの強みの組み合わせ。はい、強みを組み合わせる。うん、
上記2で見つけた自分の強みとメンビジネスの強みを組み合わせてみましょうと、はい、うん、でここでも、ね、ちょっと事例が入ってますね、はいはい、あの元吉本興業のお笑い芸人、ね、うん、これ井上さんという方、はい、ラーメン学校に行って東京のラーメン学校に行って、はい、まあ、バンコクでラーメン店やって大成功してる、面白いですね経歴が、うんうん、それがねなんと、はい、なんと、うん、なんと、うん、ね、ラーメン一杯いくら、まあ、ランチで、ランチで、ランチで、バンコクって何バーツで食べれるんだろう、うん、でも1000円ぐらいいったら高くないですか、うん、バンコクでね、なんと1人前4800円、うん、4800円、うん、え、相場のだいぶ、だいぶですね、うん、相場がだってだいぶ安いですよね、タイバーツでラーメンって言うと、うんうんうん、屋台でもあるし、ところがね、それであの寿司のおまかせが、はい、6000円、おお、うん、それなのに、はい、そこのお店は4800円、うん、ラーメン一杯4800円、うん、あの12席あって、うん、1時間で入れ替えだから、うんうん、だから1日50人来てる、うん、うん、ね、50人、それで1人4800円、うん、すごいですね、うん、だから結構いい商売してるよ、うん、これはもともと持ってた強みっていうのはそのお笑い芸人だったっていうのが強みなんですか。そうです、お笑い芸人って言ったらエンターテイナーじゃないですか。そうですよね、うん、エンターテイナーだから、うんうん、ラーメン自体がねエンターテイメント、うん、どんなラーメンなんでしょう、うん、ね、普通ほら吉本行くんだったらね、はい、ね、このほら、うん、入場料払うじゃない、入場料、ね、そうそうですね、うん、だからその人の場合は、はい、入場料払わないで、うんうん、ラーメン代だけで食べてる。なるほど、そう考えるとお得な気がしてきましたね、うん、ラーメン1杯4800円でも、うん、十分ほら採算取れる、うーん、それで成功されてるんですね、うん、この方は。そうです、で、うん、だからこういうふうに、ね、自分の強み、はい、で私の場合はね、はい、あのメカの設計とかね、うんうん、こういうふうなのが非常に得意だったから、はい、で飛行機とかね、うんうん、こう物を作る図面ね、はい、まあ、製麺機もそうだけど、あの全てデジタル、デジタル、数値、数値化してる、うんうんうん、あの全て数値でね、はい、機械の設計するのに、うん、だいたいこのぐらいとかアバウトじゃちょっと組み立ての人困りますね。だいたいこのぐらいとかいうのはね、はい、機械の設計はないんです。ないです ね、ないであってほしいですね。どこ見ても何点何ミリとか、ね、何ミリとか細かい、うん、細かい数字で作るでしょ、はい、うん、だから、はい、そういうふうな概念でね、大体機械の設計やってったから、はい、私がね、あのラーメンとかうどんとかね、うん、そういったレシピ作り始めたら、はい、当然デジタル、デジタル、うん、確かグラム単位で、うん、グラム単位で、ね、入れてますね、あるいはコンマグラム単位でね、うん、だってほら図面の機械の設計そういうのやってるから、はい、ね、レシピだってアバウトできないよ。そうですね、うん、塩少々とか、うん、塩少々とか、ね、何をどうとか、うん、だから全てデジタルでやった。分かりやすいです ね、うん、そういった、ね、癖づけになってるから、はい、うん、生きてますね、うん、だからね、自分の、ね、強みとね、はい、このメインビジネスの強みの、ね、合体、うん、合体して、うん、強みと強みがね、あのほら重なったらどうですか。強みの上にさらにほら強みが2つダブル、うん、ダブル、うん、なんか相乗効果生まれてとても良くなりそうですけど、うんうん、だいたい想像してみてほら、はい、あのジェラートのお店行って、ね、ジェラートのお店、はい、一つ持ってもう一つ持ってダブルで持ってたらね、二度美味しい、二度美味しいですね、二、うん、つの味が楽しめて、うん、そういうことですか、うんうん、そういうことですね、はい、まあ、分かりやすく、分かりやすく言うと、うん、食べたくなりました、うん、はい、はい、で次に4番目ね、はい、4番目ね、メンビジネスの強み弱みの徹底的な理解、うんうん、強みと弱み、はい、うん、メインビジネスの、ね、まあ、弱みははっきり言ってどうでもいいですね、うん、お、はい、うん、ね、弱みははっきり言ってそんなん大事じゃない、大事じゃない、いろいろ書いてありますけど、うんうん、はい、で強みは何かというと、うん、
まず一番目、不況に強いって書いてありますね。不況に強い、それは強み。これどうですか、不況に強い。大事というか強いですね、うん、強みですよ本当に、うん、確かに不況になると麺類食べるって言いますよね、うん、不況になったらね麺類を、うん、なぜ不況で麺類食べるかと、麺類価格が安いからですか。安い、うん、不況で、ね、お金がない時は麺類食べたらね、うん、安い、はい、安い、うん、売れますね、うん、だからね実際にここ下グラフをつけてるでしょ、はい、はいはい、うん、で例えばねバブルのピークの時は、ね、うどんはピークじゃない、はい、少し凹んだね、うんうん、それからこの、ね、青いのが、ね、青いのがうどんそば店、ね、うん、でこの黄色いのが、ね、うん、これが外食全体、外食全体、うんうん、右肩下がりですね、うんうん、それで赤い線が、ね、日経平均株価、はい、株価、うん、株価が高いというのは景気がいいということでしょ。そうですね、うん、だから景気とね反比例してるの、うん、メンビネスというのは本当綺麗に反比例してますね、うんうん、うん、だからこれからねさらに、はい、健康志向、ね、うん、と高齢化社会に適してるんです、はい、まあ、粗食回数が少ないですもんね、うん、麺類は、うんうん、十分粗食しないでもね美味しい、うんうん、つるつるっと食べれて良い。もう強みがいっぱい出てきましたね、2番から6番、うん、うん、運営がシンプル。シンプルなんですか。シンプルなんですか、うん、ね、だってほら、うん、ね、麺類だったら、はい、例えば用意するものが少ないの、うん、ああ、うん、そっか、ファミレスとかに比べると、うん、もうメニューが狭い分、うんうん、運営しやすいですかね、うん、オペレーションが、うん、運営がシンプルね、うんうんうん、で粗利が高い、うん、収益性が高い、はい、事業の柔軟性が高い、うん、リピート率、回転率が高い、あ、健康志向の商品を作りやすい、そうなんですね、うん、それから食べやすい。食べやすい大事ですね。ね、うん、うん。で高齢者向き。高齢者向き。うん。うん、はい。では、ね、はい、次5番目ね。はいはい、高齢者向けとしてね。うんうん。日本は世界でどんな位置づけかというと。はい。もう少子高齢化で。うん、高齢化が世界で一番でしょ。日本はね。進んでますね、うん、日本が進んでる、はい、で世界中の先進国は高齢化が進んでくる、うんうん、そうなるとどうなるんでしょう、うんうん、そうなってくるとね、はい、お客さんも高齢者、うん、そうですね、働く人も高齢者、働く人もですか、うん、まあ、そうですよね、だって若手がいない、ね、日本が高齢者の国になってくると、うん、うん、ね、働く人だけ若い人が欲しいっても足りる？足りないです、うんうん、だから函館のラッキーピエロという有名な店ね、はいはい、うん、では、ね、どういうことを書いてるかと、はい、55歳以上の元気なおばちゃん大募集よ。へえ。55歳以上。以上、うん、珍しいですね、うん、なんか年齢制限設けてるところが多そうなのに、うんうんうん、だから55歳以上の元気のおばちゃん大募集でやってね、うん、やっぱりこういうふうな、はい、まあ、高齢者といかないでも中年以上の、ね、おばちゃん連中が結構元気に働いてますね。なんかこうやって歌われると応募しやすいですよね、うん、応募する側も、うん、だから今後ね今からの、ね、課題としてね、はい、若い人だけを求めない、うんうん、高齢者、うん、でうどんそば店ラーメン店はね、高齢者が働いとったって不思議に見えない。そうですね、うん、老舗のうどん屋さんとか確かに年配の方多そうなイメージはありますよ、うん、ね、うどんのイメージとね、うんうん、結構うどんもほら古い日本文化の食品だから、うんうん、はい、高齢者が、ね、提供したりしてても、うん、全然違和感がない、マッチしますね、うんうん、だ
これから高齢者がどんどん増えていって、人手不足対策、人手不足になってくるとね、はい、高齢者で人手を確保、これ非常に重要なテーマです。うん、2つ目の事例は、はい、茨城県の坂東太郎、うん、人間大好き親孝行コンセプトに大型店を出して、うん、合計70店舗余りを集中出店させる。そんなにあるんですね、すごい。これはすごいですよ、うん、だから、ね、あの人間大好き親孝行というテーマでやってるでしょ。素敵ですね、うん、ということは、ね、うん、あの高齢者が来たらね、うんうん、おかみが迎えに行く。おかみさんがいるんですね。おかみさんがいる、うん、おかみさんが迎えに行って、はい、うん、でその計量、おかみさんがいてね、お年寄りが、ね、うんうん、来ますね、はい、で茨城だからお年寄りが多い、うん、比較的そんなイメージありますね、うん、お年寄りが買い取る問題というのはね、はい、寂しい。寂しい、うんうん、お年寄りね、うんうんうん、だってほら あの今までね元気に働いてたところがもう、ね、はいはい、もうそうですね、仕事をしなくなって、うん、お孫さんとかはもう違うところいてとかってなると、うんうん、寂しいかもしれないですね、うん、それで普通ねお金出すスポンサーは、うん、おじいちゃんおばあちゃんお金出してくれますね、うん、でというのはね、坂東太郎行ったら自分たち気持ちがいいから、お、ねね、おかみがお出迎えしてね、うん、店内で、ね、はい、お年寄りを大切にする、ね、うん、いい接客してくれるんですね、うんうん、仕組みができてるから、はい、だからお年寄りはねそこ行ったら心地いい、うんうんうん、他行かないなのリピート率高そうですね、うんうん、でもう自分がスポンサーになってね、はい、あの孫ひ孫、うん、全員一家老少みんなで行く、うん、楽しそう、うん、はい、ではね、うん、最後、もう最後6番目、麺ビジネス紹介を決定するのは商品力の高さ。やはり商品力ですか、うん、当社では以前からね、麺学校を開催したり、うん、e ラーニング、e-book、各地のドリームスタジオ、はい、等々の体験ね、はい、通じてね、麺ビジネスを志す人たちへのさまざまな指導を行ってきます、うん。一番に訴えていたのは商品力の高さで、食べログで、はい、言えば最低 3.5 以上。はい、3.5 以上、うん、はい、3.5、これが必須、うんうん、商品力の高さはねこれからも絶対です、はい、絶対大事なところですね、うんうん、そこで、はい、今日もね三社の大林さんがちょっとお待ちかね、 お待ちかねですね、うん、大林さん登場してもらいましょう、はい、お願いします、うん、商品力の高さでどう結びつくんでしょうか、うんうんうん、失礼します、うん、はい、大林さんが来ました。こんにちは、三省の大林です、うん、よろしくお願いします、はいはい、失礼します、はい、いい話してましたね、商品力の高さ、うん、商品力ね、これは、それとね、今日実は最初にね質問があったの、うん、ね、どんな質問ですか。アスカイさんね、最盛期ありますかみたいな、うんうんうん、だからね、うん、コストをかけないでね回転したいと。なるほど、うんうんうん、今、ね、人でも足りないけど、はい、あの十分な予算を、ね、うん、持ってなしに回転したい人結構いる、うん、なるほど、ね、そんな時に、ね、うん、大林さんの出番、これですね、うん、はい、今三省の出番がここにありますね、うんうんうん、あの三省は大和グループの中で、うん、大和の製麺機を使って、うん、あの麺の製造販売をしている会社になりますね、うんうん、あの大和さんでは機械を販売して、三省ではこのもう業務用としてあの使える麺をあの皆さんに提供しています。三省の麺の特徴といえばやっぱり社長、美味しさですよね、うん、美味しさでね、うん、あの特にね最近非常によく分かったのに、ええ、自家製麺で麺作ったって、はい、うん、例えば朝ほら、ね、うん、自家製麺麺作ってね、朝、まあ、うどんの場合ね、はい、あーラーメンは違うけどね、うん、うどんとかそばの場合ね、うん、朝ね、あの麺、あ、朝麺打ちして、はい、それをどういうふうにしてるかというと、大体昼までね
そうですね、だいたいほら保管してね、朝ねまとめて、まとめ準備しますよね、で実際にお客さん入り出したから忙しいからね、目打ちやってた人はもうね、ピークタイムは目打ちしないで何するかやと盛り付けとか天ぷら揚げたりとか、ね、他のことをせんといかんから、麺作る時間はね、あの通常の昼間には作れないんで、直前には難しいってことですね、だから朝作って置いとくでしょ、そしたらね、最近面白いこと分かったのは、ね、麺打ちしてからね、だんだん時間がね、10分20分と経ってきたら麺がだれてしまってね、せっかく一生懸命美味しく作ってでもね、もう値打ちがなくなってしまう。なるほど、食感がやっぱりだいぶ衰えてくるということですね、あのそうですね、まあ人間でも麺でもね、あの、全て共通でね、性あるものはみんな老化現象、時間が経てはこれはもうしょうがない、そう、一生懸命抗ってますけどね、私は頑張ってますよ、大橋さんはね、実は、その、老化現象に負けないでね、負けないでね、もう磨きをかけまくってますねそうですよ、時間もね、かけて頑張ってますよ、あのまあそれでも歌は自然感で、そこまではちょっと言わなくていいですよ社長そうです、それでも勝てない、でね、三者のうどんはね大丈夫、大丈夫、ね、これ、作りたてをね、即急速冷凍して ね、老化する前に急速冷凍してるから大丈夫、大丈夫ですね、これこう今手に持ってるのこれはもう半生の商品なので、あの、ちょっと急速冷凍のとは違うんですが、通常の業務用で使う生麺は製麺した、まあこういう状態のものをすぐに急速ですね、することによって食感がもうそのまま打ち立ての状態で、あのお店にお届けできますね、で、あの省力化というところでは、やはりもう三条の仕入れ面だと必要な分だけ必要な時に使うことができるので、やっぱりそのお客さんが今日何来るかわからないけどこれだけ作らないといけないっていうのがもう全くなくなりますね、これはもうかなり SDGs の面でも、あの利益の面でも理にかなっているという感じですね、それとね、はい、あのまだまだメリットあるでしょ、そうですね、いろいろありますね、人手の不足のところが一番大きいですかね、あの、まあ、通常であれば職人さんが、まあ、製麺技術とか時間とか、まあ、そもそも打ってくださる人の確保をしないといけないところを、それもせずにいきなり届いておいしいっていう、一番助かりね、でね、もう一つね、今の日本の大きな問題はね、高齢化なんですね、でお店やってる人がね高齢化なってね、どんどんできなくなる人が増えてきてるんです。確かに、あのお問い合わせいただく方もやはり、まあ、高齢の方が多かったりとか、まあ、あの皆さんやっぱ一生懸命お店されてると調子を崩す方も中にいらっしゃって、そのもう調子崩してしまうから、もうその間もう職人さんがこのまま続けられないからとかいう形で、もう自家製麺からこの仕入れ麺に切り替えられる方も結構な割合でいらっしゃるんですよね、もっとすごい人いるや、すごい人、松山のお客さん、ああそうです ね、松山のね87歳の、はい、ね、あのうどん学校にね、来た時が、ね、78歳でしたね、78歳ったら私よりまだ2つ上、はい、うどん学校 に入学した時が、ね、78歳、ね、すごいですよね、でその方はね、あの大和の製麺機買わないでね、あの開業したんですね、三所のこの麺使ってね、その方はうどん店を開業しました、この半生が行ってます、もうね、10年ね余りやってるんですね、でこの間もね一緒に、一緒に行ってきまして、ね、お話を伺いに来ましたね、本当にね、お元気、お元気でした、バイタリティあふれてね、新しい店出すとおっしゃられてましたよその時ね、だからなんで元気かいうと、仕事してるから元気、ええー、
そうですよね。だから最近ねよくあるのは、ね、あの定年退職とか、ね、仕事辞めたら一気にガクンと老ける、だから年が寄ってもねうどん店やってて体がきつくなってもね、辞めないでね、それで目打ちはもう辞めても構わないけどね、この三章のゲーム用の面を取ることによってね、はいはい、閉店することが必要なくなるの。そうですね、はい、茹でのところをね、あの頑張ってやっていただければ、美味しい麺が出し続けれるので ね、茹でとね、出すなんか簡単だからね、その先ほど言った松山のお客さんもね、朝7時半からって出し取りは自分で取ってね、それでね、麺湯がいて、ずっと一日中それやって提供してますね、私も驚いたのが、ね、78歳でうどん店に来て、ね、これもうねすごい。すごいですね。もうその時点ですごいですね。でさらに10年以上も続けてるの、これがすごい。すごいです。さらにお元気で、まだ次の展望が終わりで、でもこれからの高齢者の方ってやっぱりそういうそれぐらいのバイタリティのある方とかね、お考えを持ってる方が多分どんどん増えてこられるんでしょうね。実はねこの間のこの日曜日にね、徳島朝のね、7時からうち出てね徳島行ってきたんです、徳島のね日曜市、日曜市にこれがすごいの。徳島の日曜市ですか、どんなところだったんですか。徳島のね、あの旧市街の中でね、あの繊維団地ね、繊維のほら繊維のほら豚屋さんのビルが大きくあってね、その周りに繊維の会社が、ね、あって、その空き地を、隙間の空き地をうまく活用してね、日曜市やってる。で27周年記念の時だってこの間ね、あのいろんな歌手が来たりとか、すごいですね、歌手が来てね、あるいは踊りがあったり、その後阿波踊りもやったり、でちょっと私は他にいるとかあったから阿波踊りまだ見れなかった。それをね27年前から主催してる方がね、この方がまたすごい、90歳近いの。すごいですね。その方はこの間うちに来てね、当社へ訪ねてきてね、いろんな話をしてね、ぜひ来てくださいって言うんでこの間行ってきたの。そうだったんですか。だからね、もう今の時代ね90歳近いだって全然見えないよ。そうですよね、バイタリティある方はびっくりしますよね、あのお年を聞くと、27年間やってね、でその方がね、あの山林のね、あの林業の家に生まれたの。で林業、その方は面白いこと言ってたのは、林業はね、あの50年かかるんだって、ワンサイクル。木のその生育がってことですか。植えてからね、あのほらお金になるんだ50年、今植えたらね50年後にしかお金にならないの。気の遠いあれですね、急ぐわけにもいかず、待つしかないんですね、これはねすごいビジネスだなと思った。そうですね、でその方がね、さらに面白いこと言ってたのはね、ね、漁師ね、漁師さん、漁師はね、その点ね林業と全く違うもんね、何もお金かけずにねその辺に泳いどる魚を取ってくると。確かに元でいらないで。もう全然違いますね、環境がね、50年間手塩に育てた木をやっと刈り取るのと泳いでるやつをね、釣ってきてね、お金するとね、これ羨ましいって、羨ましい。でそれでね、あの逆に麺ビジネス考えたら、これ結構いいビジネス、だって日銭が入るもん。まあそうですね、毎日ね、あの即売り上げ立つ、これもありがたいビジネス、と大和製作所とかね、三所のビジネスはね、まあ特に大和の方がね売り上げ立ってお金が入るまで結構時間かかる。最初の方が少し早いね。そうですね、仕入れテーブル部分ね、経費もちょっとあれなんで抑えられるので、
だからメンビジネスの強みはね、お金がすぐ入るってこと、うん、だからこうね、あの回転が早いからね、はい、あのうまくこれ回したらね、うん、非常にビジネスとして成功しやすい。なるほど、うん、資金立てるのが楽なんですね、うん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 、だから面ビジネスを成功させる秘訣はね、うん、とにかく早く回すこと、お金をの高回転、うん、なるほど、うんね、だからあの、ね、無理に面作らんたってね、面はねいくらでも供給するからね、お金をとにかく早く回してね、ビジネスを成功されたらね、あの利益残してね、で次のステップに進めるんじゃないですかということですね。そうですね、なるほど。だから先ほどのね漁業とかね林業とかと比べてね、あの面ビジネスというのはね、もっとねあの収益高くできる、計画しやすいですね、うんうんうん、ただあの漁業の場合もね、あのほら船の、そうです ね、 ね、管理費が、ね、うん、ありますよね、あの船の投資が大きいね、うん、今頃だったらもうほら何千万じゃ済まないから、うん、何百万じゃ済まなくてね、何千万何億というね、あの、うん、船がどんどん大型化して日本の近海で魚取れなくなってね、遠洋までいかんでいかんから、だから漁師の場合はね、ね、そこに魚おるけども、それを取るための投資がでかい。なるほど、うん、なるほど、うん、だからそこ行くとね、面ビジネスでね、この業務用でスタートしたらね、投資が少ない、はい、うん、やりやすいですね、やりやすい、ね、だからスモールスタート、think big、はい、大きく考えてね、スタートは小さくやる、はい、成功しやすいですね、うんうんうん、だから、ね、あの先ほどもね、最初頃スタートの時に、ね、うん、皆さんにお伝えしたのはね、大きな夢、うん、大事ですね、大きな夢は think big、はい、大きな夢、あそこまで行きたいなという大きな夢を持ってね、うん、スモールスタート、スタートスモール、はい、うん、小さいスタートする、うんうん、だからこれなんかがね、はい、小さくスタートする典型ですね、はい、うん、で投資が非常に少ない、うん、でも品質は高いという、うん、そうそう、はい、だから固くお商売できますね、うんうん、成功しやすい、はい、ね、投資は少ないけど成功しやすいビジネスをね、今日も皆さんにご提案しました、はい、うん、あのこれよろしければね、サンプル請求していただいたらね、はい、あのね、大林さんサンプル請求していただいたらね、はい、サンプルをお送りして、ね、お送りします、この麺がいかにすごいか、うん、はい、うん、食べていただくとね、うん、すぐ分かりますので、うん、この後あの皆さんにまたメールで三省の麺のご紹介のご案内を送らせていただくので、うん、はい、うん、ぜひちょっとご覧いただきたいと思います、うん、はい、それじゃあね、今日もたくさんの成功事例を、ね、持っておりますので、過去たくさんの成功事例ね持っておりますから、うん、いつでも気軽にね、うん、始めることができます。今日も最高のパワーでね、はい、スーパーポジティブなロッキーです、はい、はい、ということで今日も皆さんね、ご清聴ありがとうございます。ありがとうございました、はい、また来週まで、はい、よろしくお願いします。